敵がいるっち。まだまだ敵をいっぱい発見っち。せめて敵を減らせっち。やるだろ、ハッハッぶっ飛べ。
オイラは戦いたくねっち。扉を発…近くにお宝がありそっち。
いろいろショップっち、何か補充しとくっち。上書きに気をつけろっち。扉を進む。誰もいないっち。魔装師さんも無事です。間に合ったみたいだな。ここで自警団を待ち受けるの？ああ、勝手に壊させはしない。自警団を食い止めるんだ。全員を八つ咲きね。半径1万メートル以内に近寄らせないわ。こいつ喋れんのか。おい、ヤマト！な、妄想種が暴れ始めたっち。コトミ！ピンク！アサヒさん、このままじゃ危ないです。だけど…リンピョン！こいつを倒したら、暴走は…おい、どうすんだよ。ヤマト、無事か？この状況よ、誰もあんたを責めたりなんかしないわ。でも証人にならなってやるよ。リュウは朝日さんを信じます。このままじゃオイラたちが全滅っち。ねえ朝日、どうした？妄想って壊したらいけないのかな？え？妄想を壊さなきゃ守れない人だっているんだよ。みんな受け取ってくれ。副リーダーからの命令を応戦だ。妄想が壊れたんだ。仕方なかったのよ。みんなは気にするなよ。だって俺の命令に従っただけなんだから。朝日さん、さあ帰ろう。元に戻ってるの？ええ、綺麗さっぱり。本当に壊れちゃったんですね。あ、ご苦労だったな。な、今日だけは妄想を壊してくれた諸君らに敬意を表しよう。自警団だが、まさかだな。諸君らが我々よりも先に
妄想を壊してくれると。諸君らじゃねえよ、壊すように命令したのは俺だ。今さら何しに来たんだよ。妄想をね、壊しに来たんだよ。でもね、もう壊れちゃってたみたいなの。扉が現れたと思ってすぐ来たのに。それじゃあ本物の妄想者に。ああ、副団長の功績だ。探し当ててくれたのだよ、本物の妄想者。まさかだったよ。本物の妄想者が業績好調な大手家電メーカーの社長だったとは。人間の欲とは恐ろしいものだ。成功者がさらなる成功を追い求めるとは。つい先ほど接触をし、揺さぶりをかけここへ駆けつけた。どうやら一足遅かったよ。そういうことだったのかよ。ハブさんは妄想者じゃなかったんですね。救急車？あら、お迎えが来たみたいよ。随分と用意がいいじゃない。何をふざけたことを。おい、昭和通りで飛び出したってよ。え？飛び出しって？ポツッター見てみろって。飛び出し？え？それって…皆さん、これを見てください。昭和通りで車道に飛び出し。50歳前後の男性？多分ですけど、これ社長さんです。ハーブさんです。まさか大型のトラックにはねられたみたいです。どうして？仕方あるまい。これが正しい秋葉原なのだよ。ハハブ電機社長、ハハブはじめ。この男については我々も調べていた。業績不振で倒産寸前、妻子には逃げられ自殺一歩手前の状況だった。だが家電の妄想が秋葉原を侵食し、そして再び幸せを手にすることができた男だ。だけど妄想が壊れたから。ああ、そういうことだ。家電の妄想が壊れた今、家電ブームの再来などなかったことになったのだ。結果生活は妄想が生まれる前に戻った。その先は説明しなくてもわかるな。こんなのってありかよ。これが正しい秋葉原なのだよ。妄想というまやかしに翻弄されていただけなのだから。お前、そんな言い方はないだろ。酷すぎるか。だが我々はそれでも前へと進む。それが秋葉原のためなのだから。竜たちのせいで。違う、これは俺のせいだ。俺が妄想を壊すように命令したから。そうだよ、アサヒ、君のせいで妄想は壊れたんだ。君が妄想を壊したんだ。そして一人の人生を変えてしまったんだ。それは強き者が願った妄想だった。妄想は全ての人を変えてしまう。それは弱き者も救われる妄想だった。幸福な人も不幸な人も等しく変えてしまう。それが妄想なのだから。妄想により救われる人もいる。妄想により輝ける人もいる。だが我々は妄想を壊し続けた。ならばどうして？それは愚問だな。そのために秋葉原自警団は存在していたのだから。